パチスロの聖地とも言われたグリーンピース新宿本店が34年の歴史に幕を閉じる。マッドパチスロブラザーズ、通称マッパチ、全国に名を馳せた2人が最後の日に密着取材。じゃあ何から伺いましょうかね。もういきなりズバリ閉店に至った経緯とか。そうですね、まあ言いたくないかもしれない。そうですね、なるべく閉店はしたくなかったですけどね。そんなハッピーな理由ではないではないですよね。やっぱりいろいろ聞かれるんですよ、僕たちも。はいはいはい、なんで閉店するんですかねっていう、やっぱり皆さんそこが一番聞きたいことだと思うんですけども、はい、お答えできる範囲で結構ですので、お話ししていただければと。そうですね、やっぱり今後、まあ、スロット専門店がやっぱり今置かれている状況っていうのが非常に厳しくて、はい、良くなる時期、悪い時期っていうのが繰り返してるっていうのはこれまでもありましたけども、ただ今回の件に関しましては、やっぱり入れ替えの経費とかもかなりかかることですので、だったらもう4店舗で無理に頑張るより、まあ、2店舗でしっかりとやれる体制、4店舗ともね沈んで一気に4店舗ダメってなる可能性もある感じではあったので、であれば、まあ、2店舗でしっかりと営業していこうということで、池袋の2店舗を残すことにしました。はい、先に1月10日に吉祥寺店の方が閉店になって、はい、でやっぱりこの池袋を残すというのは やっぱりこの社内的な。そうですね、コロナ禍のダメージが比較的少ないのが池袋であったりとか、あとはそれぞれまあ近い場所ではあるんですけども、特徴が違うので、共存できている店舗ではあるので、池袋 そのアニメ系が得意な東口と、A タイプが得意な西口っていう感じで分かれているので、まあ、その2店舗が残ってもそんなに食い合うこともないでしょうって、逆に近くにあることで、相乗効果も得られるということで、そこの池袋2店舗を残すことができました。それでなんで本店なんだよっていうのがすごい言われてですよね。いやそれはもう僕たちも同じ意見。本店がなくなるという、はい、本店というね、系列店が残るという、ね、そう、まあ、ちょっと違和感のある。違和感すごいですね、はい、しかも立地的に、はい、やっぱりこの東南口、もう駅改札出てそそり立ってるっていう、はい、もう何でしょう、まあ、僕もかれこれもう30年近くちょいちょいね、やっぱりこの場所に降り立って、やっぱ特別な覚えありますよね。こうパッと出た時にこの建物があるっていうだけで、はいはい、今日は何が入ってるのかなとか最近何が入ってるのかなとか、やっぱりいつもこう思いを馳せるわけですけども、はい、で、ドグマムシさんがこちらのお店に着任されたのは意外と結構最近という。そうです、2年前くらいですかね、ぐらいでしたよね、うん、はい、2年、3年だと。それまではずっと池袋が長くて8年いまして、はいはい、じゃあその例えば他店舗にいた時点でやっぱ本店ってやっぱ外から見てて、どういう感じですか、やっぱり別格というかそういう思いはありましたか。それはありますね、特に私なんかは本当に古い時期からいた人間なんで、まあ、タワーができてなんだって言ってても、やっぱりそこで軸になったのは新宿本店でっていう、そういう歴史の重みというか。最初は確かタワー店の方。そうですね、私はタワー店配属で、タワー店ができた頃に。そうですね、新卒で入って、新卒で入って、はい、まあ、あの当時は本当にもう新宿界隈、歌舞伎町パチスロ戦争とかいうぐらい、はい、パチスロがすごい盛り上がっててっていう時代だったんですけど、はい、そうですね、本当にどんどん次から次へとお店ができてたような時代でまあその中でやっぱりグリーンピースの2号店ということで、やっぱ我々もすごい期待してて、実際まあパスショーガイドの取材とかでもしょっちゅう使わせていただいて、まあ本店ともども使わせていただいたんですけど、まあ本店に着任されてからなんかエピソードみたいなのがあれば。あ、やっぱりそうですね、そこからコロナ禍が始まっちゃってっていうところが。あ、実質そのコロナ禍が長いわけですね。じゃあ一番そのしんどい、最後のしんどい時期は最初移動した時は、はい、まあまあまあ、本当に、はい、まあまあまあ、やっぱしさすが本店だなぐらいな感じだったんですけど、はいはい、コロナ禍になってからすぐコロナが来ちゃうんだ。はい、そっから あれみたいな、でなかなか戻ってこなくてみたいな。確認されたのが2019年かな、それくらいかな、ちょっと私もそうね、はい、じゃあまあその時点でやっぱり6号機の問題ももうすでにこう、そう、もう出てきてたわけですよね。決まってて、
でまずそれ延長のある前ですね、鉄球の前。そうかそうか、もうその時点でもう入れ替えで頭がいっぱいだったとか、はいはい、でそこでコロナの話来てみたいな。結構それに関しては、まあ、グリーンピースさんに限らず結構ダブルパンチで、はい、そういえばそうですよね、あのコロナ明けるか休業要請、はい、明けるか否かの時に僕初めて ね取材いただいて、はい、リモートで取材させていただいたんですけど、はい、お前そこからもう苦労の連続で、私あの前に一回ちょっとだけ本店の店長やったんですけど、その時も 3.11、はい、そうかそうか、おっしゃってましたね。なんだろう、私が行くとあれ何かが起きるみたいな。そっか、あ一瞬だけで、ね、一瞬だけ着品したらそこで 3.11 あれみたいな。でもあの結構古い建物じゃん、築何年ぐらいですか。いやちょっと建物自体わかんないですけど、もう10年は経ってると思うんですよね。ですよね、はあ、なんかあちこち細かいところを見るとなんか年輪を感じさせるというか。3.11 の時は大丈夫だったの、設備とか。あそうですね、なんか5階のつま板が倒れたぐらいで意外とそうですね、外壁とか結構崩れそうな、まあ失礼ですけど、なんかバキンあの豆が落ちたりとか。それのは大丈夫でしたね、はい、その後耐震工事も追加でやってっていう形なんで、はい、3.11 の頃というと、まあ、5号機のちょうどまあ ART が結構流行りだした、はいはいはい、頃ですかね、ビバドンとか。その当時はどうでしたか、今と比べてというか。そうですね、結構やっぱりまだ、まあ、5号機時代でしたけれども、そのいい機種が多かったんで、はい、店出玉を見せたりとかもしやすかった時期かなと思ってます。あとあれですよね、まだギリギリイベントは、そうですね、一番厳しくなったのが翌年2012年ですよね、はい、本当にあのお触れが出て、一応2011年も8月頃でしたっけ、はい、最初のお触れは出たんですけど、意外とまだみんな意外と、はい、あんまりそんなみんな本気に考えてなかったっ我々の方もそうなんですけど、はいはいはい、だからやっぱりね、グリーンピースさんってイベントの先駆けっていう感じですよね。そうですね、昔はこう横断幕っていうか、こう垂れ幕っていうので、こうなんとかの日、なんとかの日、なんとかの日って、まずそれが見えるんですよ、バッと。そう降りると、そうそう、だから他のホールさんのそんなね、イベントなんて、タイトルつけたイベントなんてやってなかった時代に。そうですね、もうあタイトルをつける、そうタイトル史上最大の作戦とか。まあ、そうですね、真相イコールイベントみたいな。そうですね、昔はこの真相回転が狙い目みたいなだけだったな、はい。グリーンピースさんが本当ダイナマイトフェアとかやってましたね。ちょっと意味がよくわからない。そうそうそう。でもね、でももう景気のいい言葉だから。そう。だからね、それがすごい具体性はないんですよ。正直言って。そうですね。具体性はないんですけど。フェアって。フェアって。だからなんかパチンコパチスロ屋さんのフェアちょっと意味としてどうだみたいな。そう。でもね、すっごい湧き立つんですよ、気持ちが、はいはい、こんなことやってるお店って他になかったもんで、やっぱこの空間に来る、で来たら来たらお客様いっぱいいる、もう朝もうあのね、東南口のデッキに立ったらもうすでにもうお店をあの三角ゾーンをこうぶわっと取り囲んでる、はいはいはい、で中に入る、もうとにかく台取らなきゃってこっちも気持ち上がる、で入ったら開店からもうずっと爆音 BGM の上に乗っかるようにもうマイクパフォーマンスが、もうあれはいい意味で洗脳されました。もうでも本当あの頃はあの何しても太らなかったですね。動いてるし、マイクでガーやってるし。確かに、だからポロシャツを着てる店員さんがいるお店って初めてだった。そうですね。なんかポロシャツっていうのはなんかこうイコールグリーンピース。グリーンピース、そう、ポロシャツで常に動き回って常に喋ってる。いやこれ確かにあの太ってる人いません。今はもう全然ね、ゆるゆるのいっぱいいますけど。タワー店の昔の店長さん、まあ、エッチさんっていう方にはよくマッパチでも番組とかでインタビューとか雑談とかよくさせていただく。た方がいたんで、はい、そうです、もうゴリゴリの体育会系でしたね。もう私ずっと真下で働いてましたから、はあ、実際どうでしたか、その社内的に、まあ、エチさんも含めて、はい、先輩方はすごく勉強にはなりましたよね。やっぱりなんだろう、期待はさせてなんかやっぱ裏切っちゃいけねえよみたいなところとか、それこそあの人ちょっとおかしなところがあって、はい、まあ、当時はプレートとかあるじゃないですか、で設定3以上みたいなプレート使うじゃないですか、はい、で4以上使うんですよ、
そんな設定3以上って書いたら3だと思うだろうお前らみたいなそこに3入れてどうすんだよみたいな感じの素敵な感じの男気ですね。あの人はそういうところありましたね。 しれっと出勤したらなんで今日カメラ全録なんですかみたいな8台あったうわーと思って、何の予告もなくそういうの平気でありましたしね。だから結構本店さんは常連さんがね、うん、僕たちも知ってるし、はい、まあ、コンチネンタルがあった時代とか、はい、常連さんがいて、もう5階だけで立ち回ってるプロの人とか、はい、いや今日も先ほどもなんと5階のコンチ打ってた方はもう何十年ぶりだろうみたいな、20年ぶりぐらいにお会いして、いやーと思って僕もう56になっちゃってみたいな感じであ、知ってる人結構ね、あの人ねもしかしたらあの人かもしれない。そう、さっきも話してたんですよ、うん、あのコンチのあのプロの人どうしてるのかなプロな、いわゆるちょっと 軍団、まあ、今でいう軍団みたいな感じで常連の方々おられたんですけど、いや、そのリーダーの方が多分それぐらいの年齢だと思うんですけど、多分僕と結構近かったので、うん、もしかしたらそういう人かもしれないな、はい、でも本当それ懐かしい方というか、うん、やっぱ閉まるって聞いたから見に来たよっていう方が多くて、あれですか、その元旦のツイッターでの告知以来、うん、やっぱそういう方多いですね。 あとやっぱり元アルバイト、ああもう10年ぶりに足を運びに来ましたとかいうのが、懐かしいなみたいな朝の、まあ、たまたま動画で、はい、朝の列を撮ってるツイート見かけて、はい、僕もリツイートしたんですけど、はい、すごかったじゃないですか。すごかったですね。何人、あれ200人に、あのその後の通常の入場の方入れると230人ぐらい来ていただいて、閉まるお店みんな大丈夫かなと思って閉まるお店だけど真相初日って、初日午後期バイト、いやあれまさかでした、本当にびっくりしました。いやもうどうやって最後ね盛り上げようかなって話してて、うん、途中まあ吉祥寺が閉店するって分かった時にもうじゃあ吉祥寺の台送れよって話になって、よく考えたら池袋のもらえんじゃねって30日閉めるよね、じゃあくださいっていう話をして、で31日オープン決めてみたいな、まあ、なんかやりたいなっていうのはすごくありましたね。で、うん、いい粋な計らいというかで、まあ、今ももう、まあ、夕方過ぎてますけど、はい、稼働もそうですね、素晴らしく、はい、はあ、もう僕ちょこっとだけ理論って、まあ、まあまあお店のせいじゃないです、いやいやいや、トマトが揃ったんですけどどうにもならなかった、これは僕のせいです、はい、これはお店のせいじゃないです、これは理論に関しては僕のせいですからすぐ落ちちゃった、1ゲームで落とした、1ゲームかあらっつって、いや手厳しいなって思いながら、はい、まあある意味ね、うん、鮮烈な思い出としての、ね、まあ、でも僕としても、まあ、リノも結局なくなるわけじゃないですか、だから、まあ、グリーンピースも最後でリノも最後っていう、なんかその打ち納めをグリーンピース新宿本店でやるっていうのもがいいなと思って、うん、まあ、リノを選んだんですけど、はい、なんかどうせ最後ならその辺、そんにどうでもいい店、どうでもいいっていうか、はいはい、どうでもいいっていうよりは、うん、意味のあるお店で打ちたいなっていうのがあって、うん、まあ、ちょっとリノを打たさせていただいたんですけどでもなんかお客さんもなんていうんですかね、ちょっとこう最後だからっていう感じで売ってるような雰囲気というか、はいはいはい、いやそれ普段ならやめてるでしょみたいなデータになっても追いかけていただいたりとか、まあ、まあ、なんか活気がある感じですごく、うわークリッピーって感じだなっていういや、やっぱ我々も働いてて、あ、この感じ懐かしいこれみたいなっていう、これだこの熱気だ、もう狭い狭いみたいな感じのこう人がいてみたいな、でもやっぱ朝とかなんかこうそういうお客さんを迎え入れて、もうもちろんいつもより忙しいわけじゃないですか、はい、なんかどんな感じでした、その気持ちというか、うおー来たーみたいな、寂しさもあるけど、お客さんすげーぞみたいな、そうですね、まあまあもう寂しさはやっぱりもうすでにこう過ぎてる部分はあるんで、はいはい、いかに最後トラブルなく終えるか、あとはやっぱり思い出に残ってもらえるようにしたいなっていうところですよね、そういうのはいろいろ考えてまして、うん、はい、意外と俺どこが閉店しても別にそんなになんとも思わないなと思ったんですよはい、はい、いざそういうの現実的に考えた時、はい、でもあ、やっぱグリーンピーは嫌だなと思って、でじゃあ2番目に閉まってほしくない店はって思っても意外と出てこないんですよ、あんまり出てこない、はい、では別に言い方ですけどどうでもいいっていうかそう、はい、こういうこと言ってたらあれですけど、うん、それだけやっぱ思い入れがあったんだなっていうのを、まあ、自分が再認識したみたいなところは あったんですよね、うん、
だからこの本当に年明けてから都内の都心の老舗とかも閉めちゃうとか、はい、あちこち、まあ、そういう訃報ばっかり聞くんですけど、グリーンピー本店さんちょっとなんだレベルが違うって言ったらあれですけど、うん、でもガイドの91型でもね、いろいろ数々の歴戦を、はあ、で特に僕の場合、うん、入ってから、まあ、いわゆる新人、うん、新人の頃に、まあ、グリーンピースさんとかでバト出たりとか、うんうん、そういうのがあったり、要は自分がこう何て言うんですか、ライターとしてこう鍛えられている、うん、成長していく過程とともに、うん、一番最寄りというか、あの距離的な意味じゃなくて、うん、近い距離にあったホールがグリーンピースさんだったんで、何て言うんですかね、こうなんかバンドで言うと、うん、若手の頃ずっと出てたライブハウスそういうことねみたいな、そういうことよ、下北センターとか、そういつもここからここでバンド組んで、ずっとここでライブやって、その後こっち行ったりこっち行ったりするようになったっていう、はい、だからなんか青春のライブ、だから新宿ロフトみたいな、そう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 、旧ロフトみたいなが無くなるっていうような、はい、はい、なんかちょっとそういう、いやそれだいぶ来るよ、うん、そミュージシャンとしては、そうなんです、だからちょっとそういう感覚なんですよね、うん、なんか自分が育った場所、はい、が無くなってしまうというような、ありますね、感覚はちょっとそういうのに近いですよね、なんかちょっと青春の場所というか、うんうんうん、まあ、ガルゾーというものを構築してくれたホールの一つ大きなホールというか、だね、はい、そうだね、そう確かそうですよ、もう94年の暮れぐらい、95年明けてぐらいから彼ら、まあ、ライターとしてその91巻バトルで出して、はい、まああの当時の文章読んだら若いなと思うけどね、はい、チャスガルゾーです、チャスガル、ニューパルのバトルとか、あとニューパル対ダイバースとか、ダイバースとかもやりましたね、フロアは違うんですけど、はいはいはい、ニューパルサーとダイバースが入った頃で、うん、ニューパルサーのバトルの時はもうちょうどもう冬で、ちょうど今ぐらいの季節で、うん、まあ、東京がドカ雪、何年かぶりのドカ雪でもう始発で並んで凍えながら並んだりとか店内入ったら暖房ガンガン効いてもうぽんやりしてきたりとかめちゃめちゃ着込んでいくけど店の中に入ると鬼熱いっていうそう、だからさっきもちょっとフロア上がらせていただいて、はい、ああグリーンピーの冬だなっていう感じがしたんですよ、なんだろう、熱気というか、熱気が、いろんな熱気が飲んで、そうですね、やっぱこうフロア係の人汗だくだな、半袖でもっていう感じが、はい、はい、しましたね、あとやっぱりグリーンピーさんといえばやっぱりあの怒涛のマイクパフォーマンスなんですけど、ロクマンさん自体はどうでしたか、その最初先輩からマイクを渡されて、とりあえず、いやもういきなり渡されて、でとりあえずあのいらっしゃいませだけ言ってればいいからって言われて、いらっしゃいませ、ずっとそれしか言えないんですよあじゃあもういいやって言われて、あじゃあはいみたいなそうすると先輩がかけて、はい、マシンガンマイク、はい、もうあれですよ、言ってみれば昔の職人肩毛みたいにその教えられるんじゃなくて盗めっていう、そうですね、背中見ろみたいな人たちいっぱいいましたまあなんか聞いて覚えろよみたいな、お前が好きにやれよみたいな、好きにやったら怒られるんですけど今日はその最後の日だから特にやるとかそういう、オープンはご挨拶マイクさせていただきましたそれついただきましたなんかいや店長すげえいいマイク朝やってたんだよとかってツイッターで誰かが書いてたの、それ見ましたね、あとそうですね、この後も戻ったらあのお仕事帰りの方向けにやろうかなと思ってますけど、ぜひあの一番最後にですね、はい、千葉君を見てくれてるリスナーさんに向かってマイクパフォーマンスって言ったら、どういうことですか、ここで何年かありがとうございましたみたいな感じで締めていただいて、マイクパフォーマンス風の最後の挨拶みたいな、はい、あいいですね、それいいですね、ちょっとうちのメンバーの、はい、スロキスさんと、はい、ボスさんという方いらっしゃるんですけど、2人からちょっと聞いといてくれって言われたことがありましたので、はい、その質問をちょっと聞かせていただきます、はい、まずスロキスさんから、はい、跡地はどうなるか決まっていますかという質問があります、はい、跡地に関しては、まあうちの会社、まあ、ニュートンサンザグループっていうんですけれども、そこの、何かにしようっていうことでいろいろ検討してる最中ですね、帯に短しタスキに長しじゃないですけどあのビルの形がしっかりはまるのがなくてですよね、フロア決して広くはない、はい、決まり次第ありがとうございます、こうご期待っていう感じに何になるかを楽しみ、はい、あとボスさんからですね、数割があった時代、はい、
に中本さん絶対全力やってたと思うんだけど、はい、あの時の設定状況って知ってたら教えてほしい。これスーパーマニーガールの設置した時期ってめちゃめちゃ長くて、めちゃめちゃ長くて、あ、長かったです。まあでも全力の時期とかも絶対ありましたよね。あると思います。全然、はい、全然それは当時のグリーンピース、うん、そうですね、昔であればやってたんでしょうねって気がしますけど。いや、バトをやったんですよ、はい、1回。いや、すごかったですね、出玉町。いや、めちゃめちゃ副台が必ず列1台、2台が必ずあって、はい、連日、はい、で結構グリーンピーってなんか法則が、設定変更の当時に法則があったりして、出た台は、据え置きもしくは下げる、はいはい、もしくはその隣の台を上げる傾向にあるとか、あ、なんか、なんかバトでさ、そういうのあったよね、なんか。いや、やっぱ設定の人って、うん、そんなに自分意識しなくても癖ってやっぱ出ちゃう、出ちゃう。で、常連様の方がそこを読んで、最近はもう角入れないから両角抜いて、うん、でその中から何分の1で選ぼうとか、はいはい、あとやっぱモーニングあった頃はもう一列モーニングでしたね、はいはい、本当それもいろんな方に言われますね。やっぱり皆さん経験してるみたいで。いや、インパクトあってね。まあ、あのドラゴンひろしさんがね、あの私の代だけ化けでしたっつって。あれ何十年も。あれはね、伝説ですよね。まあ、お店の間違い、あのね、フラグ判別ミスだろうというオチだったわけですけども。ビク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 、化け、え俺だけ120枚みたいな。あーとか言ってね。あと今の業界っていうか、今ってもう映像あり、うん、当たり前の、うん、でこれも YouTube での配信ですけど、まあ、僕ら問いはっていうこともないですけど、うん、最初の映像って僕らビデオテープだったじゃないですか。ビデオテープ VHS の場合 DVD じゃないですよ、ビデオテープですよ。それを、それをグリーンピースさん、まあ、まさに本店さんの閉店後に、まあ、例えばスーパーバニーガール対スーパープラネット対決とかっつって、なんかウイチが司会みたいな感じで、そうウイチが、まあ、当時マッパチの担当編集だったんで、うん、ウイチが司会をして僕らが対決をするっていうのをやって、あの時はビデオとして販売してたんですよね。パチスロ商売道ムービーだったかな、なんか3巻ぐらい出たのかな、はあ、うん、でまあ機種の説明的なリプレイ外したなんだっていう、そういう普通の必説明があって、うん、最後がちょっとそのバラエティー枠で、うん、マッパチの対決コーナーみたいな。だから今は DVD だの、まあ、こういうね、うん、YouTube なのっていうので、スマホでっていうのがね、うん、そうそう、僕らの時はもうガチャッとビデオテープっていうガチャコカとか言って、そうそう、島の上からさ、こう ブームを伸ばしてさ、だから反対側の島からこうやってこうやってやってるんですよ、僕ら。あー、でなるべく上を見て喋ってくださいって、うわ入ったーとかって言って、やってたんですよね。懐かしいですね、本当グリーンピースさん。だからそれもグリーンピースさんだったんで、うん、まあマッパチとしての初の映像作品というか、はい、もうグリーンピースさんでしたし、まあ、あのテンポは違いますけど、例えば僕らが CD 出した時にプロモーションビデオを作るのも、あの池袋 の、うん、あのグリーンピースさんで撮らせていただいて、うん、何かとそういう我々の映像的にも、そうこういう、まあ、ライティングというか、ね、うん、まあ、バトルとか9時間バトルとかっていうのでも結構お世話になってる、っていうか一番お世話になった、一番お世話になったよね、ホールさんですからね。そうね、はい、34年ですよ。まあ今年で34年になりますね、はい、いやでも本当に何でしょうか、長い間お疲れ様というでしたとしか言いようがないんですけど、まあ池袋2店舗はまあ残りましたんですけど、まあやっぱり本店がね、うん、今日でおしまいっていうのは、はい、まあ、貴重な時間をすいませんって感じなんですけど、あのずっとお店にいたいんじゃないかなと思いながらもちょっと貴重な時間をちょっといただいてる申し訳なさもあるんですけれども、じゃああと最後にですけど、毒まむしさん本人は、ご本人は今後どうなさるのかっていう、決まったりとか、ですね、一応まあ本社の方でちょっと働くことになりまして、うん、まあ、店舗開発の方でちょっと、はい、これはグリーンピースさんではなく限らず他の業態も様々な、はい、まあ、言ってみないと何される何をしろって言われるのか分からないですけど、じゃあ結構割と戦々恐々とされてるそうですね、まあ、いわゆるあのレジャー部門運とかもありますし、はい、今日やっぱ実際に来られなかったファンの方もおられると思うので、一応ちょっと最後のご挨拶的な感じをちょっと
マイク風なんか握りたいですね。当たった方がやりやすいですよね。当たった方が全然やりやすいです。本日はパチバカをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。中には本日の放送でグリーンピースのことを初めて知った方もいるかと思います。グリーンピース新宿本店は本日で終わりでございますが、池袋2店舗は残りますので、ぜひともグリーンピースに興味を持っていただいた方はグリーンピース池袋東口店西口店、両店舗ぜひとも足をお運びくださいませ。34年間今までありがとうございました。素晴らしい。ちょっと大丈夫ですか。いやお金な、嘘でしょ。グリーンピース新宿本店最後の日、2022年1月31日最後の最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。グリーンピース新宿本店、これにて閉店とさせていただきます。本日はグリーンピース新宿本店とご来店いただきまして誠にありがとうございました。本当にお疲れ様でした。